デジラボへ。ここはデジタルワールドとかすかに交わる電脳空間の狭間よ。ここに来られたということは、あなたにはここに刻まれた運命にアクセスする資格があるということね。それなら選んでちょうだい。この二つの運命、どちらの枝葉をたぐるのか。あなたの前にあるのは、現実世界と電脳世界が交わることで起きるある物語の記録よ。時を同じくして起きたこの物語を、それに巻き込まれた二人の人間の視点を通してあなたは見ることができる。お互いに立場も違えば、物語の中で果たした役割も全く違う。この二人、どちらの視点でこの物語をたぐるのか、さ、選んでちょうだい。これで選択はなされたわ。あとは定められた運命が導くままに。お行きなさい。それじゃね。また物語の中で会いましょう。エンジョイチャット、ようこそエンジョイチャットへ。チャットルームを選択してください。入力してください。ウェルカム。
ようこそ電脳空間の楽園エデンへ。エデンはメタバースにおいて革新的なサービスの数々を提供する新世代型デジタルコンテンツです。ショッピングから映画などの各種エンターテインメント、企業間の商取引から行政機関の手続きまで、皆様のニーズにお応えし、皆様の生活の一部となるサービスを本日も心を込めてご案内させていただきます。従来のネット、画面上でのやり取りではなく、アバターを介しての直感的なバーチャルリアリティ体験と、最先端の電脳空間サービスを心ゆくまでお楽しみください。エデンは世界をつなぎ未来を紡ぐヒューマンネットワーク、上白エンタープライズが運営しております。
野です。エデンだと初めましてだね。っていうか私白峰ノキアよろしく。じゃない遅いよ。何してたのよ。こんな危ない場所で一人きりで待たされる身にもなったよね。ブルーボックスはまだ来てないのかって？来てますが何か？ちょ、信じられます？あいつさ、俺ちょい幽霊探してくるわとかとか言って一人でどっか行っちゃったんだよ。あいつそういうとこあんだよね。自己中的な、イケメンだからって調子乗っちゃってるみたいな。大体何？白い少年の幽霊？噂になってるだかなんだか知りませんけど、見つけてどうすんすか？っていうか電脳空間で幽霊なんて非科学的だし意味わかんないし怖くともなんとも。恨めしや。ドアヒョワー。ちょ、ビビりすぎだっての。なんだ新たじゃん。ただの新たじゃん。幽霊かと思った。ったく、チキンのくせに意気がってこんなとこまでのこのこ来てんじゃねえよ。はぁ、その、こんなとこに置き去りにしたのはどこのあなたよ。あんたの血は何味だ。ああ、うっせうっせ。つーか、初めてだよな、こっちで会うの。真田新ただ。ま、適当によろしく。自己紹介くらいちゃんとしなさいっての。もう分かっちゃってると思うけど、これがブルーボックスの中の人だよ。なんかイメージ違くない？あっちだといい感じに面倒見よくって頼れる兄貴っぽいじゃん。私もこっちで初めて会った時マジビビった。不愛想だし自己中だし目つき悪いし、ほらイケメンの無駄遣いっていうか。アホは放置で頼むわ。で、お宅を待っている間にこの辺りを探ってみた。俺らを呼びつけたナビット君がいないかと思ってさ。え？幽霊探してたんじゃないの？ま、そのついでにな。結局どっちも見つからなかったぜ。それどころか一っ子一人いねえ。いくらクーロンが危険エリアでもハッカーの一人や二人は。やあやあ、お待たせ、ナビット君だよ。集まってくれた良い子の君たちにプレゼントだよ。これは世界を変える力だよ。え、何これ。ハッキングだ。俺たち全員ハッキングされている。チッ、俺のゴールを簡単に突破しやがった。やり手だな、ナビットってやつ。デジモンキャプチャー。最近ハッカーたちの間に出回っているハッキングツールだ。オタクが興味津々だったそのデジモンだろ。特定のデータ、デジタルモンスターをスキャンしてキャプチャーすると。お、やっぱデジモンってデジタルモンスターの略らしいぜ。そう言えなくもないかもな。ま、いいじゃん別に。ハッカーなんざ今時珍しくもねえし。やだ、ハッカーなんてやばいよ。絶対やだよ。いらない。
やめとけ。プログラムにプロテクトがかかってる。無理に削除すると何が起こるかわかんねえぞ。逃がすかよ。ちょ、アラタ、なんで追いかけるの。私帰るから、もう帰るからね。なにこれ、さっきまでなかったじゃん。どうしてこんなのが。これもハッカーの仕業。進めってこと？私たちを返さないつもりなの？まるで幽霊でも見たような顔だ。僕そっくりの幽霊を見たって？それならその幽霊は僕かもしれないな。この世のものではない。真相は僕がただ安心するといい。僕は幽霊じゃない。君のような迷い子を導くためにね。君はいわばここにはセキュリティ本当にいる。その様子ハッカーをめだが、君はハッカーだったらそれでいい。君にほら、
したデジモンに逃げられてしまったな。何、デジモンならいくらでもいる。しかし驚いたよ、程度の低いハッカーが悪ふざけで追いかける。あの強力なデジモンが欲しいんだ。いや、あれはまだ君の手に。なんだ、物好きだな。単なるプログラムど、人に懐いたりなど。なんとも奇妙な光景だ。ともかく、それじゃあ、目つきの悪い少年。ああ、もう一人の入れ彼なら。そこはかつてエデンのエントラン、その証拠に今はプロテクトでロック。そうだな、目つきの悪い、なぜを、ならそういえば僕はユーゴ、チームザクソンのユーゴだ。君が誇り高きハッカーを目指すのであれば、我扉はいつでも。
はカブモン。カブモンくんにカブモンくんか。変じゃないもん。君こそ変な名前だ。ほんだ、変じゃないもん。あれ、うん、どうしたのかな。私のお顔が激キャワすぎてフリーズしちゃった。なんだか懐かしい匂いがする。
不思議な感じだな、君と新たと。ううん、昨日チャットで会ったとかそういう意味じゃなくって、あれ、でもそっか、なんか変。この先に新た